Feel the Premium Voice。 Feel the Premium Voice。 このコーナーは私本庄真奈美が実際に田舎の農漁村を訪れ、そこで感じた自然にまつわる貴重な声を中心に、その魅力を紹介していこうというコーナーです。川のせせらぎ、鳥のさえずり、そこに暮らす人たちの声など、そういったすべての音や声や思いをまとめてプレミアムボイスと名付けました。今回訪れているのは、歯ごたえを感じるいい音ですね。実はこれ、小松菜をかじる音なんです。みずみずしさが音から伝わってきます。ということで、今月は三重県の名張市に行ってきました。三重県名張市南古山で井上沙織さん46歳が栽培されている小松菜をお送りします。井上さんはもともとは大阪でメディカルアロマセラピストをされていた方で、4年前に一念発起し名張市に移住、現在はアグリー農園を営んでいらっしゃいます。4週にわたり地域の情景、小松菜の魅力、井上さんの思いなどをお送りしてきましたが、今週は完結編の4週目です。まずはこれまでのダイジェストからどうぞ。食べ頃がいつかっていうのは、はい、私はいろんな考えがある中で、食べたいと思う時が食べ頃のような気がします。あ、そうなんですか。はい、だからこのちっちゃい時の、例えばこの辺りだと、はい、柔らかくて10センチぐらい、はい、これぐらいでも別に食べても問題ないですし、はい、そう、あ、本当、なんか、はい、あまりこう引っかかりがなくスルスルっと抜けましたけれども、なんかこうあれっていう感じなんですけどちょっと拍子抜けしましたよ。ちょっと拍子抜けするなんか大根とか優勝みたいなダイナミックさはないんですけど、はい、確かにこれが水耕栽培ならではの特徴なんですかね。土の中からこう抜くこうテンションのかかり方とは。食べたい時が食べ頃と語る井上さんによって育てられた小松菜、思っていたよりもあっさりと収穫することができるのも水耕栽培の特徴なんです。それでは今週のプレミアムボイスをお聞きください。あの小松菜って、まあ、うちではお浸しにしたりあんまり生で食べるっていうことをしなかったので、はい、今日本当に生でそのままいただいて美味しいなって思ったんですけれども、はい、まあ、炒め物にしたりとか、はい、ちょっと炊いたりとか、はい、そういった食べ方をしてるんですけれども、はい、井上さんのおすすめの小松菜の、食べ方、召し上がり方ってありますか。はい、季節にもよるんですけど、冬であれば、はい、私は小松菜のしゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶ、はい、おすすめするんですけど、はい、今の季節はやっぱり何といってもスムージーだと思います。スムージー、はい、スムージーが一番まあシンプルで、はい、まあ、生のままで食べていただいても、あのえぐみが少なくてマイルドなので、スムージーで使っていただけると、他の果物とかの味ともうまく調和して、とても美味しい飲み物ができます。へー、はい、今日はちょっとそちらを、はい、いただいてみたいんですけど、はい、ご用意しております。いいですか。はい、あ、嬉しい。これ今日の日のためには、今日さっき収穫したばかりの、はい、小松菜で、うちのスタッフもちゃんとリハーサルをして、今日は完璧に準備をで、あとですね、サプライズで今日は本庄さんがいらっしゃるということで、小松菜のシュークリーム、小松菜のシュークリーム、はい、作って用意をしております。すごい、スタッフの皆さんの分も嬉しい、はい、あると思いますので。わー、ありがとうございます。うちの今研修生として一緒にも住んでるんですけども、はい、一緒に住んでる、はい、住み込みで、はい、高畑由紀です。研修生の高畑です。どうも今日はよろしくお願いします。いろいろ準備とかありがとうございます。はい、今日もいっぱい準備をしていただいて、で今日はうちで取ったその蜂蜜ですね。日本蜜蜂私飼ってるんですけども。井上さんのおすすめの小松菜の食べ方は、冬ならしゃぶしゃぶ、そして今の時期はスムージーということで、早速収穫したての小松菜で作っていただきました。蜜蜂の楽園プロジェクトという名前を称して、細々と、はい、
ミツバチを捕まえてきて、で今年は2群もうすでに捕まえたんですけど、ちょっと待ってください、ミツバチを捕まえるってどういうことですか？捕まえる、日本ミツバチ NPO 法人アグリの森っていうのは、まあ、自然環境保護と農業を通して、はいはい、いろんな地域の方たちとコミュニケーションを取るっていう形のもとに、はい、その日本ミツバチの保護を目的っていう感じはしてるんですけど、まあある意味私の趣味の延長線上ですね。さあ今小松菜を短めにカットしましたけれども、はい、他に入れるものは何ですか？それ今日用意してるのは、はい、今日はちょっとシンプルな形にしようと思ってるので、パイナップルと、はい、それと、はい、バナナです。パイナップルとバナナは、はい、これを凍らして、はい、凍らしてうまくいくかも。緊張してる？大丈夫ですよ。大丈夫、緊張してうまくいかなかったら今日はそれを本庄さんに飲んでいただくというのがきっとそれはそれなんだと思う。大丈夫です。はい、こんなもんくらいですかね。はい、おお、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。いやー、綺麗な色ですね。で、下。淡いグリーンの。うん、色が綺麗でしょ、すごく。本当。美味しそう。はい、では、早速いただきます。はい、いただきます。うん、美味しい。あ、美味しいですか？美味しいです。よかったです。うん。あ、本当。美味しいですね。美味しい。はい、凍らしたフルーツでこうシャーベットみたいな形になるのですごく飲みやすくて、はい、今日特に晴れてるので非常に美味しく、喉に冷たく、はい、うん、あ、なんか元気になれる味ですね、うん、パイナップルとバナナと小松菜のスムージーを作っていただいたんですが、緊張するスタッフにかけた井上さんの言葉、うまくいかなかったら今日はそれを飲んでもらうという日なんだよ、この言葉で現場の空気が良くなったことは言うまでもありません。この場所で農業をされるということを井上さんの、まあ、言葉で語っていただくと、そうですね、私が勝手に呼んでるんですけども、この名張はパワースポットな町名張って呼んでるんですね。で、ハイブリッドな町名張とも呼んでるんですけど、田舎暮らしもできますし、で、まあ、団地というかそういう住宅街もあるので、はい、そういった大阪に通勤距離圏内でどっちの生活も選べられる素敵な街だと思います。で、まあ、ご縁が人生を変えるっていうつくづく毎回思うんですけど、うん、偶然ですけど名張に来て、で地域の方に受け入れられて今ここまで、やっぱり私一人でできたわけじゃないので、これからは農家としてもそうなんですけど、名張の地域の人たちと一緒に、もっとこう楽しく農業を皆さんに知ってもらう活動っていうのをやりながら、こう大好きな人にこの小松菜やその葉物野菜を届けられるようにこれからも頑張っていきたいと思います。農業は、すごく誇りの持てる、尊い仕事だと思います。命の源に立って、で皆さんのこう健康に関わる大切な食を作っているという部分では、誇りある仕事だし、やっぱり農業って素晴らしい職業なので、これから若い人たちにもどんどんそれを知ってもらって、今担い手がどんどん少なくなってるんですよ。なのでまた新たな新しい農業の形ってもっとたくさんできることがいっぱいあると思うんです。農業を通していろいろ体験したいという方は、どんな方でもぜひうちに来て一回体験してもらいたいと思います。そういった受け入れも、はい、受け入れも、はい、その代わるお客様ではないので、はい、ちゃんと仕事をしながら、それこそ一緒にこう同じ釜の飯を食べながら頑張っていただくんですけども、まずは習うより慣れろで、興味があったらまずは行動ですかね、行動してもらって自分の目で見て、農業をこう肌で感じてほしいです。ということで、今月は
三重県名張市で拾ってきたプレミアムボイスをご紹介しました。本当に井上さんのやっておられるアグリ農園にはですね、様々な方がいらっしゃるんだそうです。で、親子連れの方がこう見学に来られて、でこう食べることを通じて命の授業というものをしたりですとか、実際にこう作業されてる方の中には障害を持っておられる方もたくさん入っておられるそうです。で、その方たちとこううまくやっていくためにいろんなね、システムもまあ、試行錯誤しましたとはおっしゃっていましたけれども、きちんと今は確立されていて、みんなが気持ちよく仕事をできるような環境づくりを一生懸命やっておられるっていうのがね、アグリ農園の中のホワイトボードを見たりですとか、ソファーがあってね、休憩スペースがあったりとか、作業道具の収納場所だったりとか、本当にね、初めて来た私にもよくわかるように、こう場所の物の管理とか場所の決め方とかがきちんとされているなって、整理整頓されているなっていうのがね、すごく印象に残ったんですけれども、一人でもやっぱりそうやって農業に関心を持つ人を増やしていきたいって、食べることって大事なんだよって、命をつないでいくことはすごく大事なんだよっていうのを、一人でも多くの人にこうみんなにこう分かち合えたらいいんじゃないかなっていうような、そういう、こう井上さんの思いが非常に詰まった農園だなというふうな印象を受けました。で、実際スタッフの方で高畑由紀さんという方に今回はスムージーを作っていただいたんですけれども、彼女は本当にご縁があって、井上さんといろいろやっていく中で今は一緒に住んでいますっておっしゃってたのが面白かったんですけれども、本当にね、彼女はすごく料理が好きなので、で、アグリ農園の中でその古民家を使っていろんなことをしようというふうにいうプロジェクトも進んでいるようなんですが、いつかカフェができたらいいななんて思ってるんですよって言いながら、美味しいスムージーとね、小松菜シュークリームを出してくださいました。このね、小松菜を使ったシュークリームが本当に美味しくって、皮もグリーンで葉っぱが入ってるんですけれども、クリームの方にも淡いグリーンで小松菜が入っていて、本当にね、癖がなくてすごく優しい甘い美味しいシュークリームだったんですけれどもね、本当になんともね、こう人のこう気持ちぬくもりとかね、真心が入ってる、本当にね、美味しい一品だなというふうに思いました。でね、これがまたいつか本当にカフェができて、でお客さんとしてみんなが食べれるようになったら本当にいいのになーなんてね、帰りのバスの中でみんなで喋ったりもしてたんですけれども、本当にね、いろんな可能性を秘めたアグリ農園の活動をこれからも私はちょっと遠くからですけれども見守って応援していけたらいいなーなんていうふうに思っています。アグリ農園はですね、インターネットで小松菜の販売とかもしているみたいなので、また近くないから買いに行けないわって思ってたんですけれども、あ、ここで買えるんだって思ってちょっとびっくりしたんですが、買ってみたいなというふうに思ったりしています。ということで4週にわたってアグリ農園の井上沙織さんのお話をお送りしました。以上、フィールザプレミアムボイスでした。